一体やめろ、ソラ。俺がわからないのか。わかってるから戦うんだ。俺にはお前の本当の姿が見えてる。光の力で苦しむなんて、お前本当に闇の存在になっちゃったのか。お前はもうリクじゃなくて闇の手先なんだな。分かったよ。光の力で飲み込んでやる。俺消えるのか。光の力で消されるのか。消えないよ。君は消えない。どんな力にも君は負けない。光にも闇にも。だから光を恐れないで、そして闇に怯えないで。共に君の力になるから。俺の力って闇も。うん、君だけの力。君の心に宿った闇はとても大きくて深いけれど、そんな闇を恐れずにまっすぐ見つめられるようになれたら、怖いものなんてなくなるよ。俺の中の闇を捨てようとするんじゃなくて、心に闇を宿したままでも闇に負けない勇気を持って、それは君だけが手に入れられるかけがえのない力になる。たとえ光のない闇の底でも、強すぎる光の中でも、闇が俺を導いてくれるよ。大切な友達のいる場所へ。会えるかな。会いたくないの。そんなわけないだろ。だから行くんだ。俺の力、闇の力で。闇よ。でな、何。あの光の中でなぜ僕の位置が。お前の闇の匂い、光の中ではっきり感じた。闇が導いてくれたってことかな。戯言ならば思い知るがいい。あなたの希望が幻に過ぎないことを。Thank you.
なたはどうあがいても闇の存在ですね。俺は俺だ。開き直りですか。さっきまで闇に怯えていたくせに。今は違う。なんだあいつは。あんな形で闇を受け入れるとは。そうかレプリカですね。これをぶつければリクを倒せますね。オクスル、本物になりたいか。だったら本物の陸にない力を手に入れろよ。そうすればお前は陸でも誰でもない新しい存在、誰かの偽物じゃない本物の存在になれる。アクセル、何の話をしているのです。見ろよ、ちょうどいい餌がいるぜ。何をバカな。もう、悪いな、ゼクシオン。あんた知りすぎたんだよな。リーク。誰だ。感じているはずだ。お前の心に宿る私を。闇に心を開いたな、リーク。そうだ、お前の心そのものが全てを飲み込む闇になるのだ。あの時とは違う。そうかな。体が。お前の闇が深まるにつれて我が力もよみがえりつつある。体を操るのもたやすい。おのれ、またしても。ふう、間に合ってよかった。これでしばらくアンセムは動けないと思うよ。遅くなってごめんね、リク。王様だよな。そうだよ。わあ、何するんだい、くすぐったいじゃないか。今度はちゃんと触れるんだな。本当に助けに来てくれたんだな。必ず君のところへ行くって約束したじゃないか。ああ、ごめん、大丈夫。安心しただけなんだ。俺、ずっと一人だったから。一人じゃないっていうのが、なんていうか、あったかくてさ。でも、どうやってここへ？ずっと遠くにいたんだろ？カードが導いてくれたんだ。闇の世界で道を探していたら、いつの間にかこのカードが僕の元にやってきて、手に取ってみたら闇の果てに君の心が見えた。それでたどり着けたんだよ。多分このカードは君のところに行きたがっていたんだ。かもしれないな。